こちらね、中古ショップの、セカンドストリートで見つけたデッキケースですね。で、なんだ、100円でした。んで、ちょっと開けてみましょうか。ペラペラと開くんで、100円でなんか雑貨コーナーみたいなところに置いてあったんですが、フェイトグランドオーダーアーケードかな、なんかおそらくカードゲームだと思うんですよね。フェイトグランドオーダーのデッキケースだと思うんですよ。ちょっとは詳細がわかんないんですが、まあ、合皮だと思うんですけど、結構革っぽい作りになってて、手触りもいいですね。硬い。若干ちょっと使用感はどうしてもあるんですけど、100円だったらね、いいかなというか、全然綺麗な方だとは思います。あ、で、これはあれですね、ベルトに留めるところですね。で、ボタン式になってるのか、開閉が。よいしょ。結構硬い。硬いですね。なんかこんな感じです。中見せてもね。こんな感じですね。まあ、うん、合皮だとは思うんですけど、全然質感がいいですね。で、これが、先日買った、アルガ流言鏡のデッキケースなんですけど、まあ、高さは同じぐらいで、幅がね、ちょっと狭いんですけどね。まあ、こちらのバルガ流言鏡のあのデッキケースがまだまだね、こう三重スリーブでも全然隙間があったので、ちょっと大きすぎかなと思って、これぐらいでちょうどいいかもしれないです。デッキケースはね、あの結構持ち運ばない。あの別にどっかお店に行ってやるわけじゃないんですけど、デッキごとに分けるのにちょうどいいんで、デッキケースはね、結構使うんですよね。どっちしてみようか。はい、よいしょ。これ三重スリーブ状態のものですね。ファイルかな。あ、ちょっときついかな。あ、いや。よいしょ。あ、そっか。ちょっと、あれかな。あ、多分これ使ってるうちにちょっと広がっていくと思うんで、このまま入れてたらね、ちょうどいいですね。はい、なかなか30スリーブでちょうどいいぐらいで、横幅もちょうどいいですね。隙間がない感じで、あ、これね、ちょっと硬いんで、あんまり開け閉めすると中のカードへの負担があるのかな。まあ、あまり持ち運ばないんでね、ここ止めなくてもいいと思うんですけど、あ、ちょっとボタンが硬いかな。あ、あとであのクレ556でも塗ってたら全然滑りが変わってくるのかもしれないですね。あ、全然いい買い物したね、100円で。はい、もうこんな感じでね、なんだろう、意外とね、デュエルマスターズのカードサプライってあんまないっていうか、種類がなかったりとか、あってもこう、ね、すぐに売り切れとか、店頭から姿消してるんで、こういった感じでね、で、あの、他のゲームっていうか商品からね、流用するのも一つの手かなと思って、いろいろ使ってます。はい、では今日は以上です。